さて、今回なんですけども、すごいの買います。これね、店長曰く、遊戯王カードファン、激震走るみたいです。やばいね。これね、見てください。1パックですよ。はい、値段見てください、値段。1パックの値段。84,800円。もうわけわからない。これ1パックでこれなんですよ。光のピラミッド台湾試写会限定未開封っていう。この内容を教えてもらっていいですか、これの。内容が一番いいのが、ブルーアイズシャイニングドラゴン。シャイニングうわが当たると。そうですね。まあ他ですと、あとは、ワッタポンと、あと光のピラミッドっていうトラップカードと、はい、あとちょっと名前忘れちゃったんですけど、ブラックマネージャーに似たようなものが入ってます。4枚しか入ってないですね。4枚中、そう、ランダムです。4枚中1枚引いたら、シャイニングなんですよ。シャイニング以外の価値も高いんですか？シャイニング以外は正直1万か。まあぐらいです。シャイニングだけ取ってない。シャイニングがとにかく終わって、だから4分の1を引けるかどうかなんですよ。4分の1これ。で、シャイニングの価値が余裕で10万超えてるらしいんですよ。だからそこを引けたら勝ちっていう、一攫千金パックなんですよ、これ。一撃。で、これを開封してるっていう動画が、そもそもあんま見たことないんですよね。そうです。もう多分出てないと思います。うん。だからそれがレアないんや、そもそも未開封がレアで、開けるやつもそもそもあんまいないらしいんですよ。今回、あげちゃいます。うわぁ。カズちゃん、行っちゃいましょう。カズちゃん。もう仲良くなっちゃったんで、僕も。これね、行くしかないんですよね。これを。うわぁ。8万5000やろ。これでも元気ある？あれで、多分あると思うよ。あれ？え、足りんぞ、ないぞ。いや、もうクイックペイ行く。うわ、俺、ポケットマンあるかと。さすが、さすがのヒカルさん。ギリあるんや。ギリ持ってますわ、ポケットマネーを。ほんまポケットマネーを。3、4、で、これ8万ですね、これで。はい。で、8万何でしたっけ？ 4,800 円でございます。9万でお願いします。はい、うわぁ。9万円はね。うん、持つべきものはポケットマネーなんですよね。これやばいな。これで当てた時はやばいやな。あ、えぐいもんね。4分の1からしかもあんねんって。確かに。普通に確率的にはだいぶ高いですよね、確率。だいぶ高いです。だいぶ高いぞ。これって。これえぐいぞ。絶対店長も楽しみじゃないですか、負けんの。いや、めちゃめちゃ楽しみ。シャイニング。はい。シャイニング欲しい。シャイニング出たら、個人的に売ってほしいです。もう本当に備品のカードがなくて。だいたいなんか傷があったり。慎重に開けないからな、これ。そういうレベルなんそもそも。やば。いや、緊張する。もうドキドキするもん。一泊8万5000円。これ。やばいな。開け、ハサミで上切って。ですよね、ですよね。もう慎重にいきましょう、これ本当に。ね、傷ついたらマジで終わりなんで。丁重に扱わないと。手前が遊戯王ザムービー。え、これはちなみにどういう条件で手に入るパックなんですか？これが台湾の遊戯王の光のピラミッドっていう映画があって、2004年ぐらいなんですけど、はい、その2004年なの？確か招待された方だけその台湾で出たんですけど。台湾でなんて手に入らんもんな、手に入らんもんな、普通は。やばいな、そこは。でも大体やっぱ皆さんもらったら開けるので、で未開封はもう。ないってことですね。変態ですね、それも。未開封してたの。変態やな。本当にもう、世界に数枚しかないんじゃないですか、その状態のやつが。未開封、多分、近年出回ってないかもしれないです。当てたらやばいなって、マジで。うわ、当てたくないな。なんか、当てへんかったら無限の可能性があるやん。まあ、当てた瞬間、こいつの可能性全部消えるから。そこで引き切れるか。そのドキドキをやっぱ伝えたくてね。僕、YouTube やってるんで。うわ、ハサミで。いきます。下にずらしてもらって確かにもうそこまで慎重に、はい、慎重にいきたい。これで切ったらめっちゃやばいわ。最悪や、それでシャイニングで取ったらもう怖っ。うわっ、ここでもうだって1枚やもんな。うわっ、やばいやばいやばい。裏向きで出したいな、まず1回。そうです、それで裏。うわっ。めっちゃ綺麗や状態。ちょ、待って、うわ、シャイニング何色なんですか？シャイニング、効果なんで、あ、茶色なんや。茶色が、3つですね。で、3つ、ちょ、一回茶色かどうか確かめる？まあ、まあ、危険すぎるぞ。茶色かどうか確かめさせてくれ。茶色や。まず、4分の1クリア。3分の1、次3分の1。3分の1。茶色だったやん。茶色い。絶対茶色。だから、その、光のピラミッドではない。よし。え？何それ？紫かも。え、どういうこと？え、紫かも、普通にこれ。紫？え、ちょっと待って、紫は普通に、多分全然普通に紫やった。もう、出してよ、お前じゃ。うわぁ、しかもノーマルなの？そうなんですよ。えぇ、ノーマルなの？ノーマルカードが、これが万ぐらいするんですか？これが、多分綺麗、状態綺麗なはずなので、多分1万円は。マジでこれが？え、その、シャイニングもノーマルなんですか？いや、シャイニングだけスーパーや。
わけわからんな、マジスイミング、うわうわ、でもこれが一番風入率高いんじゃん、下手しこの光のピラミッドっていうテーマやから、まあ高そうで、あれわこれなんかほんまにもう一回ホッチキス止めてないなんとかしたいな、ほんまにな、これをほんま探しても多分どこにも売ってないかもしれないです、こいつね、うわドキドキ感あったけどな、確かにこれ調べてよ、一応ミッキーこれ、ね、どう調べたらいい、光のピラミッドの調べ出てくるんじゃん、台湾限定、試写会か、最悪やな、いやそう簡単にいかへんな、こういうレアカード手に入れるなんて、うん、やばいカードな、これでも8万、9万のドキドキ感あったな、こいつには、1枚って、しかも、うん、確かに、このムービーって書いてるわ、そうですね、その型番 MOV って言うんですけど、はい、多分もうその4枚以外にないので、確かに MOV って書いてる、相当レアだったんだよ、これ4分の1外したか、これ知ってました、知ってるんですかこれ、はい、えぇ、ー、コレクターの方は知ってる、あ、コレクターの方、はい、さっき50万ぐらいのやつ買ってましたよね、いや違う違う違う、ですえ、あれ何ですか、えぇ、ー、5万ぐらいです、遊戯王コレクターですか、ポケカも両方やってます、あ、ポケカもやってるんですよ、やばっ、これは、あの、プレゼントしますマジ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 ですか、見てくれてたんで、ありがとうございます、ずっと、確かにずっと見てくれてたんで、ありがとうございます、え、ガチで、その、めっちゃ集めてるんですか、自分の手に負える範囲では集めてる、やばそうやな、給料の範囲では負える、いつから集めてるんですか、それ言うたら小学校の時から、マジですか、あるやつはあります、やば、小学生とかこれさ、えめっちゃ気になるな、この東京限定のやつとかも昔東京限定でしか入らなかったんですけど、わざわざ向こうまで行って、持ってるじゃん、持ってます、はい、やば、未開封ってことですか、マジっすか、開けたやつも全部3枚ずつカードストレージに入れて、すごい、エグエグコレクターじゃないですか、確かに、もうじゃあ何年間やってらっしゃるんですか、これ途中は全然やってなかったんですけど、中学校ぐらいから25、6までやってなかったんですけど、ちょっと前にちょっと見たやつが懐かしすぎてちょっと集めようかなみたいになって、それ未開封残すの結構やばいっすけどね、やばいと思いますね、すごいな、残そうと思った1パックだって2万とかやで、これだって、当時500円とかやったり300円とか、なんで残してたの、確かに、なんかもう入ってるのも決まってるんで、あー、意味ないなっていう、そうです、もうこれ以上開けても揃ったら意味ないんで、もうこれ以上開けてもしゃあないかっていう感じで置いてました、なるほどね、奇跡なんだ、それ、その思考なかった、50パック買いました、その時、50パック100万今やったらそれぐらいありますね、やばいな、30ぐらいは置いてます、どれだよ、だって30パックあるよこれ、やばいな、お、世の中おるやん、そういう、そんなんだって普通の財力じゃ買えないですよね、500円であったとしても、確かに、やばい、ちなみに総資産なんかパッと計算したことあるんですか、自分の持ってる、あ、ないです、ないです、それやばいんじゃない、100は100は軽く超えてると思います、だってパックだけで60万ぐらいだって30パックあったら、まあ、確かに、やばっ、世の中すごい人おるな、うん、そういう人が多分たまに極めて出すんやろな、こういうの、あ、30パックこれ持っとって意味わからへん、確かに、どういうことなのマジで、すごっ、すごい人いましたね、いやなんかほんまにこんな偶然あるんや、そんな、確かにな、だいぶ値段下がったんですけど、これでも、昔高かったぞ、昔もっと高かったです、中に入ってるカード1枚で3万ぐらいしとったんで、マジで、はい、やばっ、これ6万1パック、そうです、何これ、ジャンプの方法のやつ、リミテッドエディション、それも1から12とかその辺まである、はい、確かシリーズなんで、これなんかヤバいの入ってんすか、これ、これヤバいです、はい、ヤバいですよね、何が入ってんの、ベッドアイズ、もしかして、いや、ですね、これ何が入ってんの、決まってるんです、裏に書いた、裏に書いた、その中に大当たりがあるんですか、これの綺麗なものが全然なくて、やるしかないじゃないですか、じゃあ俺でも決まってるんですよ、あ、もう出るのは決まってるんですよね、そうです、メガソニックはヤマドラン、妖精の子、ヤマドランや、多分妖精の贈り物がめちゃめちゃ綺麗なのがなくて、これ確定で入ってるんですか、確定で入ってます、あ、じゃあもう開けても意味ないってことですね、じゃあ開けても、まあ、同じものが入ってます、なるほど、ちょランダム性で言えばこれですかね、あ、これは何が入ってるんですか、それはリボルバー、リボルバードラゴンです、あ、じゃあバネルケースで、一応普通のパックじゃなくてこれスタジオダイス版といって、はい、あのパックの中でもかなり希少な方なので、なるほど、すげえな、遊戯王ってやばいな、やばい、おもろいな、うわ、さっきのもな、引きたかったな、マジで、いやー、うん、悔しいな、うん、あんまないらしいから、奥深いな、じゃあとりあえずね、今回の動画はこれで終わります、ありがとうございました。